最終盤8日目、今日にも大関白石島の2連覇が決まる、そういった状況です。この後優勝戦線に絡んでいる力士が出てきます。湘南の風、平幕湘南の風がティコツーミーとの取り組み、そして全勝の白石島は横綱清水館との取り組みが結びで組まれています。さあその清水館が出てきます。横綱の土俵入りです。皆さんぜひよいしょの掛け声をお願いいたします。西方より横綱清水館土俵入りであります。横綱清水館、露払い備前焼、太刀持ち篠野の星、行事は海坊主であります。あれ別の部屋の出してました。露払い清田のんちゃん、太刀持ち篠野の星、行事は海坊主であります。なんかおかしいと思ったんですよね。では皆さん、タイムライン上でよいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこらの、まだまだ負けませんよ。今日は大一番が組まれています。結び白石島との決戦です。清水館、横綱としての意地を見せるか。変わって東方より横綱霧ダンサー土俵入りであります。7日目に2敗目を喫した横綱霧ダンサー、まだですが優勝の可能性がなくなったわけではありません。清水館頑張れという声援も届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。横綱霧ダンサー露払い、あ、ここだったんですね、備前焼、太刀持ち藤の牛島、行事は海坊主であります。さあ皆さん、またよいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょからのどっこいしょこらの、僕を忘れないでね。7日目、驚きの敗戦でありましたけれども、今日立て直すか。苦手な相手後楽園との取り組みが今日は組まれています。牛乳パックで上相撲実況中継。平成26年7月8月場所、夏の決戦も最終盤を迎えました。結びの一番は白石島対清水館です。幕の内後半の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成26年7月8月場所、これより8日目、幕の内後半の取り組みであります。パンケーキちゃんに野田 R2D2、 西方パンケーキちゃん、西前頭3枚目、神奈川県出身神奈川部屋、東方野田 R2D2、 東前頭3枚目、千葉県出身春日部部屋、マイゴールデンアイムオープンズドこれより幕の内後半の取り組みであります。幕の内後半です。野田 R2D23勝4敗、パンケーキちゃん1勝6敗です。野田 R2D2 は三役経験者、ここからなんとか勝ち越しに持っていきたいところです。押し込んでいけるか。パンケーキちゃん突き放しがこのところ出ませんが、なんとか取り戻したいところ。制限時間いっぱいです。両者見合って、キャイノデぶつかりました。横を取ったのはノダール 2D2、 切り返しもあるパンケーキちゃんですが、突っ張り合いになりました。押し込むのはノダール 2D2 です。
横を取れるかパンケーキちゃんですが、野田 R2D2 が一気に出ました。押し出し、野田 R2D2 の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して野田 R2D2 の勝ち。落ち着いていました。まあ、激しい押し合いでしたけどもね、野田 R2D2 がよく見てましたね。野田 R2D2 勝って4勝4敗と星を5分に戻しています。敗れたパンケーキちゃんですが、7敗目7連敗、1勝7敗。一言すいません、ようさん、パンケーキちゃんどうですかね。いやー、押す力自体もちょっとなんか元気がないような気がしますね。やはりまあ白星が一番の薬と言いますけど、すね、早く白星欲しいですね。ちょっと勝ち方忘れちゃってるかもしれないですね。竹里団地関に心臓人間札幌、西方竹里団地関、西前頭2枚目、埼玉県出身春日部部屋。東方心臓人間札幌、西前頭5枚目、札幌出身タック部屋。来場所の三役争い、これがかなり熾烈になっています。8日目もうすでに小結の2人、高畑不動明式神残機にと千歳ソードマン、さらに関脇、三関脇のうち2人、与一山江戸緑がすでに負け越しが決まっていて、東くんも3勝4敗と苦しい状況ですから、これかなり枠が空く可能性あります。来場所、いやそうなってくるとこの辺の力士頑張りたいですよね。そうなんですよ、心臓人間札幌5枚目ではありますけどね、はい、ですが勝ち越しまであと1つです。そうですね、4勝3敗、これ6勝を挙げればね、可能性十分出てきますし、竹里団地関もまだここから盛り返せば2枚目ですから、十分に三役の可能性が出てきます。両者まだ三役の経験がありません。押し合いになるか、あるいは心臓人間札幌は最近いろんな技を繰り出します。そうですね、過去は3対0心臓人間です。制限時間いっぱい、両者見合って、キャー流れ、ぶつかりました。横を取った心臓人間札幌の形、押し込んだ、突っ張っていく、竹里団地苦しくなって引き出しです。心臓人間札幌の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して心臓人間札幌の勝ち。突き放しました。やっぱりちょっと距離を取ると心臓人間札幌の方が一枚上手でしたね。心臓人間札幌勝って5勝3敗で勝ち越しです。敗れて竹里団地関は3勝5敗自己最高位の今場所、残念ながら負け越しです。湘南の風に気骨海、西方湘南の風、西前頭15枚目、神奈川県出身神奈川部屋。東方気骨海、東前頭2枚目、千歳市出身ほぼピン部屋。注目の一番です。来ましたか。1敗で優勝戦線にいる湘南の風、気骨海に挑戦です。三役経験者、もちろん初対決です。解説海坊主さん、はい、まあ、優勝戦線という意味でも楽しみですし、はい、まあ、単純にこの対戦初対決という意味でも楽しみです。そうですね、この、まあ、でかいこの2人がぶつかり合った時にどちらが押し勝つのかっていう、この単純なこの一番だけを見ても楽しめる一番だと思うんですけども、やはりこの湘南の風が、まあ、勝つことによってこの場所どうなるかっていうのも結構左右されてきましたから、湘南の風が勝てば今日の白石島の優勝はなくなります。はい、千秋楽まで優勝はもつれ込むということになります。そういう期待も背負っての湘南の風ですね、はい、このあたりがどうか、これはプレッシャーはかかると思いますよ、やっぱり。そうですね、そしてこれ平幕上位との対戦初めてですしね、はい、どこまで通用するか、23歳湘南の風。ピコツーミが4勝3敗、こちらはね、モチベーションこちらも高いのは三役復帰へ向けてというこの一番です、はい、ありますね。今日勝てば三役復帰の可能性が出てきます。押し合いなのは間違いないですね。そうですね、どちらが押し勝つか。制限時間いっぱい、両者見合って、キャイン流れ、ぶつかった、立ち合い五分だが湘南の風が一気にいった、湘南の風横を取った、ティコツーミ、ティコツーミが今度当てる、ティコツーミの勝ち、湘南の風2敗。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して気骨海の勝ち。
押し合いでした。もう湘南の風も負けてなかったですね、立ち合いは。むしろ湘南の風の方が少し惜しかってたような立ち合いは。そうですね、そうですよね。ティコツミがやや押されてた感があったんですけど、ただティコツミ横取りました。そうですね、少しあの正面だと危ないと感じてティコツミが少し右にずれて、ちょっと中心からずれて押し出したので、ここはやっぱりキャリアの差ですね、そこのね。だからティコツミももう本当に今はまあ相撲、うまい相撲を取れるようになってきてますので、その辺をうまく生かしてますよね。そしてティコツミの帰りだからこそできるそのそうですね横を取れるっていうそうですね、波の力士だったらあの横を取ろうという間に押し切られてますからね。そうなんですよね、やはりこの辺りはやっぱり力強いんですね。すごいっすね、ほんとなんかなんだか大戦争みたいでしたもんね今妖怪か恐竜かわからないけども大戦争ですよこれもうしかも昭和さんの方ももう壁にのめり込んじゃってますからね。そしてその後ろにいる行司さんがね痛々しいんですよねこれ実はね。これは映らないんですよね。壁ドンされてるみたいですよ今流行りの壁ドンされてるみたいですよ湘南の風に。ねえ、うん、俺がいいんだろうみたいな感じで。あちょっと映らないですね、残念ながら。あちょっとあちょっと待ってください。あいけるかな、いけるかな、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと無理ですかね。あこっちで動かします、こっちで動かします。あちょっと無理ですね、この奥ですからね。やっぱり角度的にちょっと無理みたいですね、うん、はい。ただちょうどこの間から見えないかなちょうどこの間に今ねちょうどその間にいるんですよね、行司がこの間にいるんですよ、はい、ねえ、うん、な感じだったんですよね、はい、そうですね、まさにそういう状況ですね、はい、壁ドンというやつですね、はい、勝ったのはティコツーミです。5勝3敗勝ち越しを決めました。さすがというところで。そうですね、うまかったですね。ありますね、さすがティコツーミという、はい、コメントもありがとうございます。ありがとうございます。ねえ映画も好調だし相撲も好調というコメントがティコツーミです。ティコツーミの映画といえばあれですか、あれですか、今 ねゴッドジラなんかやってますね、ゴッドジラねえ、恐竜的なのありますね、はい、5勝3敗勝ち越しです。湘南の風敗れて6勝2敗一歩後退です。いやでも頑張りましたけどね。現時点で1敗の力士は1人だけ、はい、清水館だけになりましたので、うん、今日にもこれ、ね、優勝が決まる可能性が出てきました。清水館と白石島ですからね、直接のね、白石島が清水館に勝つと勝、はい、優勝が決まります。これでもいいですね、自分の手でこの優勝できるかどうかを決められるっていう点では白石島的にはね。そうですね、はい、はい、まあ湘南の風よく戦いました。清水ロケットにハッピー新潟、西潟清水ロケット西前頭筆頭、清水町出身清水町部屋、東方ハッピー新潟東前頭11枚目新潟県出身ほぼピンベア。さあ2敗勢はこれで極めて厳しい状況になってきたかもしれませんが、清水館次第ですね。もうすべてはもう横綱清水館が勝つしかないということになりましたけれども、ハッピー新潟こちらも2敗です。まあ、まだ可能性ゼロじゃないですからね、ちょっと頑張ってほしいですね。清水ロケットも2敗です。ですから2敗同士の一番です。5勝2敗清水ロケット6勝目を挙げればこれはね、うん、次の大関へという期待がまた出てきます。はい、5連勝中です。今場所序盤連敗したんですけれども盛り返してきました。押し合いになるか、ハッピーニーガタンは横を取りたい。制限時間いっぱいです。両者目あって強い殴り、ぶつかりました。潜り込んだのは清水ロケットです。殴り、殴り、殴り、こうなれば清水ロケット、ハッピーニーガタンは苦しくなります。殴り、殴り、清水ロケットが一気に中に潜り込んで押しました。よし、寄り切りです。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って清水ロケットの勝ち、6連勝です。まあねちょっと調子悪い時期もあったので、まあ、これだけ押しがちょっと
回復してくれるといいですね。清水ロケット勝って6勝2敗です。敗れたハッピー新潟ターンは5勝3敗となっています。ナース藤曲がりにエイトプリンス、西方ナース藤曲がり、東前頭13枚目、静岡県出身アンビックベア、東方エイトプリンス、東前頭筆頭、東京都出身ほぼピンベア。さあ前頭筆頭のエイトプリンス、6勝目を挙げれば間違いなく三役ということになります。来場所です。対するはナース藤曲がりです。13枚目ですけれども、これ上位に挑戦ということになります。どこまでやれるか楽しみですね。そうですね、押し込めるか。2敗同士の一番です。エイトプリンスは浴びせがあります。もちろん初顔、制限時間いっぱい、両者もやって強引流れ、ぶつかりました。下がったのはナース藤曲がり、こうなればエイトプリンスです。右からの張り手一発強烈、上手投げはエイトプリンスですが、よく残したナース藤曲がり。押し込むな、今度はナース藤曲がりだ、一気に出る、やる、寄り切り、ナース藤曲がりの勝ち。そうきたか。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってナース藤曲がりの勝ち。これは見事でした。いや、エイトプリンスの右の強烈な張り手一発入った時にはもうこれノアナース藤曲がり危ないなと思ったんですけども、はい、そこからこうガシッと左の回しを取った、取りましたね、ここでクラクラしながら左の回しを取ったむしろなんか火がついたような感じでしたね。そうっすね、張り手一発でこの可愛い顔して、すごいですね、野生っぷりが。そうですね、これは無意識に掴んだんじゃないですか、きっと。そうですね、左回し入ってから一気に今度は形勢逆転寄ってきました。いやいや、見事。ナース藤曲がり勝って6勝目、6勝2敗。敗れてエイトプリンス5勝3敗となっています。北陸越前丸に千歳ソードマン。西方北陸越前丸、西前頭4枚目。福井県出身ほぼピンベア。東方小結び千歳ソードマン、千歳市出身千歳ベア。元大関、そして長く三役を守ってきた千歳ソードマンですが、ついに来場所はこの三役の座から退くということになりそうです。まあまだ若いですからね、もう一度頑張ってほしい千歳ソードマンですが、かつてはもう最強説まで言われたソードマンですからね、はい、2勝5敗、ね、北陸越前丸は1勝6敗です。距離を取りたい北陸越前丸、ソードマンは冷たいところか。制限時間いっぱい、よしもやって、殴れ、ぶつかりました。殴れ、おっと突き放したのはソードマンだ。ソードマンが出る、殴れ、殴れ、殴れ、北陸越前丸は苦しくなります。浴びせがあるかどうかです。後ろを向いて、最後は投げのような形、千歳ソードマンの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して千歳ソードマンの勝ち。先に右足が出てたようです。そうですね、千歳ソードマンが頑張って最後踏ん張って押したというような状態になりましたね。北陸越前丸は今場所元気なかったですね。ないですね、相手と距離を離していい距離を保つってこともできなかったですね。このところ北陸越前丸が下位ではいい成績残すんですけど、はい、番付上位に行くとちょっと元気なくなるんですね。ちょっとそういうのがありますけれども、勝ったのは千歳ソードマン、3勝5敗となっています。敗れて北陸越前丸が1勝7敗です。片や東くん、東くん、西方関脇東くん、札幌市出身東くんべや、この後は与一山、与一山、東方関脇与一山、与一町出身大久海べや。東くんは3勝4敗です。関脇小結びが相次いで負け越しをしています。今場所東くんはただ一人残っています。3勝4敗、ベテランよく頑張っています。与一山は次の大関という期待があったんですが、今場所負け越しです。
浴びせていけるか与一山、寄っていけるかベテラン東くん、制限時間いっぱい、両者見合って、キャイ流れ、ぶつかりました。浴びせるのは与一山です。こうなれば与一山浴びせ倒し、与一山、与一山に軍配。物いい、物いいです。勝負審判元横綱タッグです。マッチョマッチョマッチョ、今日初めての物いいでした。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は与一山に上がりましたが、与一山の手がつくのと東くんが死に体になるの同時と見て取り直しといたします。取り直し、東くんがね粘っていたんですよね、土俵際で、ね、足がちょっと心配ですけど ね、久々にこの浴びせ倒しのやばい角度を見ました、東くんの。そうですね、与一山もなりふり構わず来ましたからね最後。ですが右手が与一山ついてしまいました。これはまあかばい手と取るかどうかというもう一つの採点もあるんですけど、取り直しです。制限時間いっぱい、両者目やって、キャイン流れ、ぶつかりました。今度は静かな立ち合い、下がってこないだ、行列、与一山の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して与一山の勝ち。大丈夫でしょうか東くん。久々に東くんのあのこのやばい角度見ましたよ。もう幾度となくこの倒れ方するわけです、東くん。そのたびに足が大丈夫かと思うんですけども、今はもっと急な角度で行きました。馬乗り状態ですからね、与一山もこれ完全にね。そうですね、もう自分の体が浮いてますからね。大丈夫でしょうか。勝ったのは与一山3勝5敗、敗れて東くん3勝5敗で負け越し、関脇以下、関脇小結び全滅です。厳しいですね、全員負け越しという今場所です。片や江戸みどり、江戸みどり、西方関脇江戸みどり、東京都出身ほぼピンベア、この後高畑不動明式神残機に、高畑不動明式神残機に、東方小結び高畑不動明式神残機に、東京都出身ほぼピンベア。関脇小結びが全員負け越してのも珍しいんですよね、この神相撲界では。いつもだいたい有望株がいて、そうですね、かき回してくれるっていうのがあるんですけど、ちょっと今場所は上位陣が安定していたという、うん、そういったこともあったかもしれませんし、あとまあ下位のね力士たちが頑張って ね上を倒していったということもあるでしょう。両者押し相撲、残機にはこのところ2連勝中です。制限時間いっぱい、両者見合って、脅威流れ、ぶつかりました。立ち上がり江戸緑、潜り込んで残機にです。さあ残機の形にもなりました。押し込むのは江戸みどり、土俵際際どいところですが、寄るのは江戸みどり、江戸みどりが寄る、いや江戸みどり、江戸みどりに軍配です。物言いが出るか出ないか、出ないようです。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って江戸みどりの勝ち。まあ際どかったですけどね、際どいですけど、ギリギリ江戸みどり残ってますね。徳田原ですね。徳田原に救われてますね、江戸みどりが勝っています。まあそこら辺は落ち着いているというふうにも言えますね、江戸みどりはね、はい、江戸みどり勝って3勝5敗、敗れて残機に2勝6敗です。片や後楽園、後楽園、西方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、この後キリダンサー、キリダンサー、東方横綱キリダンサー、埼玉県出身ほぼピンベア、後楽園遊園地で僕と握手、レッツアース、後楽園遊園地で僕とレッツアース。さあ4強の直接対決です。ここから2番、まずは2敗同士の1番後楽園です。後楽園が5勝2敗、序盤1勝2敗というスタートからのここは4連勝、今日は横綱戦です。後楽園もこれ
ここから星を上げていけば、そうですね、来場所もね、はい、綱取りっていうそういったテーマになるかもしれませんし、そうですね、ちょっと一番一番大切に取っていきたいですね。キリダンサーは7日目衝撃の下手ひねりの負けがありました。立て直せるかどうかですね。あれはびっくりしたでしょうね、本当にね。本人負けたと思ってないかもしれません。そうですね、浴びせに行ったんですからね、はい、気持ち的には、うん、先ほどのヘイトプリンスと、ナース藤曲がりの対戦ですね、はい、親方がヘイトプリンス側としてはもう張り手したら切れられたっていうですね、女性の逆鱗に触れちゃったんですね。WTTK さんからナース藤曲がり可愛い顔して結構力強いな。いやそうなんですよ、本当力強いんですよね、あの力士ね。ね、あの短い手から出る突っ張りとかもすごい力強いですし、そうですね、はい、これからが楽しみな力士ですよね、はい、さあまず両者この結び前2敗をどっちが守るかという対戦です ね、過去対戦がですが5対0です。後楽園リード、はい、霧ダンサーは全くこの後楽園の下手投げに対策を打てません。今日はどうですか。いや今日もでも霧ダンサーもショックを受けてる状況がまだ隠せないですから、後楽園がまあいつも通りの相撲を取れれば後楽園でしょうね。まあここに来て状態を上げてますからね、はい、後楽園結び前の一番です。横綱大関戦、制限時間いっぱい、両者目やって、今日残れ、ぶつかりました、右の回し入ったぞ、いや引きつけ合う、引きつけ合う、残した、霧ダンサーも残している、引きつけ合いだ、後楽園が出る、後楽園が出る、いつもとは違う展開だ。キリダンサーどうするか。しかし後楽園が寄っていく。土俵中央に戻せるか、キリダンサー横綱。押し合いです。押し合いです。後楽園が右の回し入らない。キリダンサーも出る。キリダンサーが寄る。後楽園が苦しくなる。右の回し入るか。後楽園下手の体勢取れるかどうか。下手取ったか。後楽園。しかしキリダンサーが寄る。キリダンサーが寄る。寄る。残す。寄り切り。寄り切りダンサーの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って寄りダンサーの勝ち。この対戦初めて寄りダンサーが勝ちました。いやまずその引き付け合った時に後楽園を立たせたっていうところが、寄りダンサーにはなかなかできなかった芸当だったので、まあ、清水館の時はよくありましたけれどもね、はい、これだから寄りダンサー今日は攻め方大人でしたね。そうですね、過去5対0とは思えないような相撲でしたね。よく我慢しましたよ。我慢しましたね。これだからいつもの通り浴びせとかに行っちゃったらまた角度が変わったりとかしてうまいこといかなかったんだと思うんですけども、よく捉えましたよ、はい、そうですね。後楽園はいつもと違う展開になって何か焦りがあったか、びっくりしちゃったんでしょうね。やっぱり引きつけになりましたもんね、立ち合いで。ダンサーが引きつけると思ってなかったでしょうね。どっちかというとやっぱり浴びせていってこう上から押し付けてくるような相撲になるんだと予想してたんだ。そこで右の回しが取れたんですよね、はい、いつもであれば。今日は最後まで右の回しが取れませんでした ね。取りかけたところも霧ダンサーがうまく引きつけましたもんね。また引きつけました。もうだから完全に引きつけがちですよ。これ7日目の影響ですかね。やっぱりね、あの安易にこうできないというところがあったんでしょうね。お腹もげそうな経験を、まあ、そうですね。若干もしかしたらスリムになったのかもしれない。キリダンサーが勝って6勝2敗、これはもう横綱としての意地を見せました。そうですね、見せましたね。これは完全に後楽園敗れて5勝3敗です。今場所3敗目を喫しております。いや、いい相撲でした。結び前、牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年7月8月場所最終盤8日目、結びの一番です。にし清水館、清水館、東白石島、白石島、
西方横綱清水館、清水町出身清水町部屋、東方大関白石島、岡山県出身春日部部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。平成26年7月8月場所8日目の結びは、優勝が決まるかという大一番になりました。白石島は勝てば連覇達成3度目の優勝です。シャレシャレシャジマシャジマシャレシャレシャジマ。白石島7連勝できました。横綱昇進の目安と言われる7勝以上の優勝の7勝はクリアしました。もう一人の横綱をここで倒して来場所の横綱昇進をほぼ確実にすることができるか。迎え撃つは横綱清水館、横綱2場所目、横綱になって初めての優勝へ、白石島に待ったをかけるか。過去対戦5対2、白石島リードです。先場所の対戦ご覧ください。立ち合いからもう白石島が横を取って、最後は後ろも取ってという相撲でした。清水館はなすべないという相撲にはしたくないですね。そうですね、まあせめて、まあやっぱり白石島が前に来るので、まあ横を取るなりして、こうちょっと応戦してほしいですよね。横綱としてね、はい、簡単に優勝を渡すわけにはいかないですね、はい、こうなると責任がありますね。そうですね、やっぱりこう清水館が勝つことにより、やっぱり千秋楽までまあ、もつれ込んで、もう下手したら2敗勢も大混戦っていうところまで持っていけるかもしれないですからね。そうですね、役割は大きいですよね、はい、ところでパッカン王子という声は今日は出てないですね出てないですね出てないですねねえ、固唾を飲んでるわけですよ。自らもなんか静かですね、今日は。今日なんかの静かなんですよ今日は。随分今日どうしちゃったんですか。男の背中を見せてますね。そうですね、はい先ほどの一番もね、はい、琴吹さんありがとうございます。ありがとうございます。期待くっつけながらの意地の張り合い、はい、横綱の意地を見た気がするというコメントがありましたが、この清水館も意地を見せなきゃいけない。そうですね、簡単に転がるっていうところだけは見せたくないですね。そうですね、脆いところは見せたくないですね、はい、一方の白石島はね、WTTK さんが書いてくれてますけども、今後の相撲界がかかった大一番、うん、ね、そうですね、そういうふうにも言えますよね、はい。白石島が勝てば三横綱時代はもうほぼ確実ということになります。3度目の優勝も決まります。白石島の気持ちどうですか。まあやっぱり平常心でこういつも通りの相撲、今場所通りの相撲をね取ればいいんじゃないかなというところですよね。やっぱりね、やっぱり7日目のキリダンサーのね、はい、下手ひねりは強烈でしたからね。やっぱりもう引きつける力も左の力は半端ないですから、はい、やっぱりそこを使って、もう今はもうね引きつけてからの押しっていうこの盤石な流れがありますので、はい、まあ、やっぱりこの立ち合いは押すよりもやっぱりまず引きつけるところ、まあ、引きつけるだけでも清水館またコロンっていくかもしれないので、あとは今場所はガブリよりもね、ありますね、あって相手が吹っ飛ぶようなガブリみたいなのもそうです ね、ありますから、だからこうなんでしょうね、その技はそんな効果ないだろうっていうような、はい、もうぐらいの力強さを見せてますからね。そうですね。さあ白石島勝てば8連勝で優勝を決めます。過去は白石島昨年ですか、昨年の優勝も8日目で決めたことがありました、はい、それ以来
もうそういう経験はありますからね。そうですね、この力士圧倒的な力強さっていうところはね。そうですよ ね、 すね。平成25年11月12月場所も全勝優勝、8日目で決めたというのがありました。はい、それ以来さあ8日目で優勝が決まるのか、立ち合いです。白石島か清水館か、制限時間いっぱい、両者見合って、キャー殴れ、ぶつかった、立ち合い、白石島押し込む、横、横を取って押し込む、送り出し、白石島優勝。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して白石島の勝ち。白石島8連勝完璧ですよ。そして来場所の三横綱時代を告げる一勝です。いや清水がもうよく耐えたんですけど、どちらかも横向かされてるし、早く終わりたいって思ったんだと思うんですよ。あれもう頑張って耐えてたんですけど、もうなんか若干恥ずかしめを受けてるような感じでしたから、ね、途中からちょっと立ち合いから勢いが違いました。すごいっすわ、なんすかこの盤石っぷり。いや見事で、もう力の差が、相手横綱なんですけど、こんなに力の差を見せつけて勝てるもんなんですね。そうですね、キリダンサー戦もそうでしたし、はい、清水観戦もそうでした。完全にもう俺は横綱だと言わんばかりの相撲を2人に見せつけましたよ。これはだから場合によってはこのお正月にね、はい、あの番付編成員の田中さんが言ってた、はい、横綱のさらに上を行く横綱だっていうコメントがありましたけど、これは横綱ですね。横綱を超えた横綱ですね。壁を超えましたよこれ新横綱、ね、いやー、また一つ新たな時代が、はい、ねえ、扉を開くと、そういうことですね、いうことにもなるでしょう。27歳、来場所28歳になります。一番いい時ですね。いや横綱を恥ずかしめて勝つわけですよ。これも途中清水館もよく粘って、もう粘ったんですけど、回しを左の回しをなんとか、はい、なんとかこじ入れようとしたんですけど、その時にはもう自分が横を向いてました。逆に向かされてましたよ。もう横を取ろうとした結果ね。そうでしたね。すごかったっすね。敗れた清水館は6勝2敗となっています。文句なしでしょう。これはもうこれはもう満場一致の新横綱というふうになるでしょう。白石島2連覇達成、3度目の優勝を8日目で決めています。弓取り式この後あります。弓取り式はキリダンサーであります。まあ、キリダンサーもね、非常にいい相撲で横綱としての意地を見せたんですけど、優勝までは届きませんでした今場所も。さあでは皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょー、よいしょー。牛乳パックで紙相撲実況中継、8日目を終えて優勝が決まりました。改めて解説見坊さん、はい、まあ白石島の強さがただただ目立ったという、はい、場所はそうですね、そういうことになりましたね。いやだからなんでしょう、もう本当ね、今場所始まるとき綱取りで、まあ、プレッシャーかかっていつも通り勝てないなんてことにならないように、まあ、祈っておりましたけれども、はい、まあこれだけ強烈な相撲を、そしてインパクトを残して、まあ、横綱になるわけですから、このあと千秋楽迎えてね、もしかしたらこの9連勝でもうね、他をこう寄せつけないほどの、まあ、優勝っていうこともありえますし、はい、もうこれはもう文句ないだろうっていうほどに、まあ、直接横綱を倒して、はい、横綱になるわけですから、これは本当に今後が非常に楽しみですね。来週まだ千秋楽があるんですけど、はい、ここで優勝が決まってしまいましたので、そういう意味ではちょっと見どころがね、はい、ちょっと乏しくなってしまうんですけれども、全てが決定した後ですけど、まだでも勝ち越しとかね、まあそうですね、騎士とかもいますんで、はい、ちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、あとキリダンサーがね、後、はい、楽園を攻略したということで、はい、となればこれ
清水館をも攻略できるんじゃないかっていう期待がまた、はい、そうですね、先ほどの相撲の通り、まあ、冷静に相手を引きつけて、はい、相手をよく見て押していくっていうのを新たに身につけたんだとしたら、まあ、清水館にとっても有効だと思うんですね。清水館も引きつけられるとコロンっていっちゃいますから。そうですね、はいはい、白石島はあとは全勝優勝なるのかという、そういった見どころも出てまいります。来場所は三横綱時代となることがほぼ確定的となりました。牛乳パックで紙相撲会千秋楽の取り組みでお会いすることにしましょう。ここまで実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。エンディングのテーマはつながるという曲です。私山田大輔が歌っていて、カホンが、海坊主さんが担当しています。東日本大震災被災地交流プロジェクトのテーマソングでございます。千秋楽、白石島全勝優勝への相撲にも期待です。このあたりで失礼いたします。いいこと思い出そう、僕たちはつながってる、思いの数だけ恐れること。